フィリピン住むのに便利な場所はやっぱりマカティ、マニラの場合、セブの場合は、セブシティの、アヤラ近くが便利かなと思いますね、アヤラモール。やっぱり避けたい場所っていうのは現地人しかいないような、まあ、コンドミニアムが少ない場所っていうのはやっぱり外国人が少ないので治安が悪くなる傾向にありますね。なのでその辺は気をつけられた方がいいかなと。オンラインで稼ぐためですね、現地に住んでもやっぱりオンラインで稼ぎたいっていう人がいるんですけども、まあ、情報発信、現地からのコンテンツっていうのは結構やっぱり差別化ができるので YouTube で、まあ、キーワードを使ってですね、無料集客をする、そして公式 LINE でオファーしてサービスを売るっていうのがいいかなと思います。投資の場合もまあフィリピン、不動産投資とかですね、事業投資とか僕の相談いただければと思うんですけども、まあ、やっぱり現地で収入が必要なので投資家オンラインビジネスをやる必要があるかなと思います。やっぱりジャンルは選んでってですね。フィリピンおすすめのブログというと、まあ、元菩薩さんとか面白かったりしますよね。